ペコラとのお泊まりまだ、いや、それが、いや、違う、ペコラもペコラで、え、マリンに家に来てほしいみたいな言ってたんだよ。言ってはいた。1ヶ月くらい前に。マリン、来てよみたいな。え、行く行く行くっつって、ちょ、ネタ思いついたら呼ぶわ。かん。って感じで、その後、あずきちを呼んでましたね。ええ。いやでも気づいたんだけどさ、マリンが適切な距離を測ってる間にさ、やっぱあずきちとかがさ、可愛くさ、ペコちゃんのお家行ってみたいなみたいな、キュロンって言ったらさ、あっさりとあっさりとさ通ってるわけじゃん、その門を、門をあっさりくぐってるわけ。いや、こう適切な距離を測ってるせいでこれ負けヒロインになってる、やばい。こないださ、ペコラとやろうとしてできなかったゲームあるじゃないですか。まああれもちょっと今運営さんになんでできないのか理由をね、どうしたらいいか聞いてて、で、なんか英語のサイトみたいなのが引っかかって英語が読めないからちょっと翻訳してもらえませんかみたいな聞いてるとこなんですけど、あの時もなんかペコラがパソコン貸すよみたいな話になって、いや、よく考えたらでもあれオフラインでさ、一緒にさ、オフラインで一緒にできるっちゃできるよなと思って、いや、ワンチャンそういう手だってあるんだけどなみたいな思ったけど、そう思ったけどさ、でもさ、いや、もう家行くわとはさ言えず、マリンも、うん、嫌かもって思っちゃうじゃん。いや、長くなると嫌かもな。そう、いや、1時間ちょっと雑談するだけならまだしもね、何時間もいたらしんどいのかも、てんてんてんみたいな。これは負けヒロイン、あー、これ負けヒロインコース乗ったか。やっぱあれかな、それで言うところのさ、化け物語だってさ、羽川翼絶対いけてたのにさ、アピールせずにさ、なんかちょうどいい、都合のいい、ちょうどいい距離感の女を保ったばっかりにさ、ぐいぐい行く戦場ヶ原に I love you 先言われちゃって負けてるからな。やっぱぐいぐい行く女が強いんかって。あんなおっぱいがあって負けるとかマジかよ。マリンもこんなにおっぱいがあるのに負けてます。